バシーリー・アルヒーポフはソ連海軍の軍人。キューバ危機の際、アメリカ海軍への核魚雷の発射を防いだ。当時、核魚雷の発射には上官する3人の士官の承認が必要だったが、召官隊司令及び副官長であったアルヒーポフだけがその承認を拒否した。この事実は2002年に初めて公になった。アルヒーポフはモスクワ近くの農家に生まれた。 太平洋高等海軍学校で教育を受けた。1945年、ソ連隊日産戦に従軍し、総海艇に上艦した。その後、カスピ高等海軍学校に転籍し、1947年に卒業した。1947年から、アルヒー・ポフは国海艦隊、北方艦隊、バルト艦隊で潜水艦隊に上艦した。 1961年7月4日、原子力潜水艦 K1Q の副艦長として、同艦の原子炉の冷却水漏れ事故に遭う。カリブ海、キューバ沖を航行中のソビエト海軍 B-59 潜水艦。1962年10月27日、キューバ危機の最中、アメリカ海軍の空母ランドルフ及び、駆逐艦11隻からなる艦隊が、 キューバ近海でソ連のフォックストロット型潜水艦 B-59 を補足した。同艦には核が搭載され、アルヒー・ポフは中佐として上艦していた。公開であるにもかかわらず、米艦隊は演習用爆雷を投下、爆発による信号を送って B-59 の強制浮上を試みた。B-59 は数日の間、モスクワと通信ができなかったため、 アメリカの民間ラジオ電波を傍受して情報収集していた。しかし、爆雷から逃れるため、震度を下げて航行したため、ラジオ電波の受信が困難になった。情報が遮断されたため、米ソが開戦したのか否かを知ることが B-59 上院には不可能となった。B-59 艦長バレンティンサビツスキーは、すでに両国が開戦したと判断し、 核魚雷の発射を起とした。他の潜水艦と異なり、B-59 の核魚雷の発射には、上艦していた3人の士官の全会一致の承認が必要であった。通常、特殊兵器を搭載したソ連潜水艦において、その艦長は政治昇降の許可さえあれば、核魚雷の発射が可能であった。しかし、 アルヒーポフは B-59 では副艦長に過ぎなかったが、彼は B-4、B-36、B-130 等の潜水艦上艦隊の指令でもあり、階級は艦長と同じであった。そのため、艦長は彼の承認も得なければならなかった。3人の間で口論が始まり、アルヒーポフだけが発射を拒否した。 作家エドワード・ウィルソンによれば、前年の K1Q の事故の際の、アルヒー・ポフの勇敢な行動と名声が、彼の主張に有利に働いたとしている。結局、アルヒー・ポフは、艦長を説得し、浮上して、モスクワからの指令を待った。B-59 のバッテリー残量は、ごくわずかで、空調も故障していたため、米艦隊の中央に浮上せざるを得なかった。その後、帰還した。 2002年、キューバ危機についての会議が行われ、当時の米国防長官、ロバート・マクナマラは、当時の我々の認識以上に、我々は、核戦争に近づいていたと語った。2002年、作家、アレクサンドル・モズゴボイの書籍クビンスカイア・サンバ、クバルテイタ・ホックストラトフの中で、退役した元司令、バディム・アルロバは、当時のことを、サビツスキー艦長は、カッとなっていたが、 最終的には落ち着きを取り戻したと語った。その後も、アルヒー・ポフはソビエト海軍で潜水艦に上艦し、後に潜水艦船隊司令となった。1975年に少将に昇進、黄色フ海軍大学の学長になった。1981年に中将に昇進。1980年代に退役した。その後は、クパブナに住み、 1998年8月19日に死去。1961年の K-1 級の事故の際の被爆がその死に影響したとされる。事故当時の K-1 級の艦長、ニコライザ・テイフはアルヒー・ポフの死から9日後、1998年8月28日に死去。二人は共に72歳だった。ありがとうございます。